奈良市世紀寺町須藤天皇社、須藤天皇神社は、佐原神皇を主催神とする神社で、奈良から西日本を中心に各地に存在する。須藤天皇社、須藤神社等と呼称する場合や、騒動と読み修道神社僧と神社等の字を当てる、例もある。藤原種継暗殺連座の疑いを受け、淡路国入るの途上を皇居され、 その後たたりをなしたとされる、沢羅神皇を祀る神社であり、御霊社としての性格を強く持つ。淡路国から山和国屋島に改装された沢羅神皇の両母である、屋島領には、1886年まで、沢羅神皇を祭り慰める須藤天皇者が存在したが、同一の里に属する近隣の町内にはそこから、誕生したと見られる勝者が残されている。 奈良市世紀寺町の須藤天皇社の場合は、なんと御霊会で用いられた八所五両の御腰のうち、須藤天皇の信用者があった場所に成立した神社と見られている。地方、特に山陽地方に残る須藤神社あるいは、騒動者においては、延暦24年、朝廷より諸国に命じて軍ごとに作らせた須藤天皇を蔵が元となり、蔵の廃絶後、 厚生神社となったとする説がある。須藤天皇オクラとは、諸国軍に初歩40束を小税として納めさせ、沢原神皇御霊の鎮分のために毎年積み立てさせるために設けた焦燥であるという。逆に、須藤神社を名乗りながら、沢原神皇が祀られない事例も存在する。柿津元年の幸福時間無調書によると、山城国相良軍長谷里に鎮座した。 須藤天皇神は、祭神が、舎利神皇であったという。舎利神皇の追尊号が、須藤尽くし隆皇帝であったことによる、省略、取り違えであろうと考えられる。王子、杉大名神社だったが、御領があるので、須藤天皇社に解消したという。実際に、本殿浦山中腹には、領母と伝えられる塚がある。ありがとうございます。